SL 山口号本記事では日本において蒸気機関車が主に客車を牽引して走行する臨時や定期運転の蒸気機関車牽引列車について解説する蒸気機関車牽引列車は SL 列車や蒸式列車とも呼ばれるかつては日本国内の国鉄、私鉄を問わず津浦浦の路線で運転されていたが日本国有鉄道の動力近代化計画の 進捗に伴い蒸気機関車経営列車は一旦全廃となった。その後、1976年に大井川鉄道で1979年に国鉄山口線で蒸気機関車が復活したのをはじめ、各地で蒸気機関車が復活し運転されている。ほとんどが季節運転や休日運転であるが、大井川鉄道ではほぼ毎日運転されている。 以下の一覧は、毎年あらかじめ一定の日数の運転が予定される列車に限る。なお、路線名は運転区間の主たるものを挙げる。以下の一覧は、国鉄の動力近代化計画の進捗に伴う、蒸気機関車牽引列車の全廃以降に運転を開始したが、後に運転を終了したものを挙げる。httpww.tob.cojp.file pdf, dd4f61ac1ed1d06, a d、AD、c f c 1 9 c d 3 3 4 8 d14,161201pdf, レートイコール20兆1611億3012万1716。ありがとうございます。